街角ライブ&コミュニケーション U スタイル。かすれた声で残された留守電のメッセージ、消すことができないままで今朝は家を出た。冷たい本当にありがとうございます。浦安に住んでます。はい、私の名前は高木理香と言います。聞こえません。君をこんなに愛していることがちゃんと伝わっているのかな。今握りしめている手から手へと愛が届きますように。「カドライブ&コミュニケーション U スタイル。白い一筋の飛行機そしてこの街には人の数だけ束ねられた太いロープがある。今ほどけかけていた絆が空高く繋がってゆくよ。希望のUスタイルお疲れ様でした。はい。じゃあ皆さんそれぞれなんか感想をはい。感想。一言でいいですか。すごい楽しかったです。ありがとうございました。はいはいはい。もう手話パフォーマンスすごく楽しかった。歌も楽しかった。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。わあ、どうしよう。はい、初めて参加いたしました。もう素晴らしい歌に感動したし、私たちもまあ楽しんで、手話パフォーマンスできました。ありがとうございます。はい、お招きいただいてありがとうございます。すごい楽しんでできました。はい、ありがとうございます。Uスタお疲れ様でした。ありがとうございました。すべてをこう出し切ったような感じで、とにかくもう楽しくて最高のステージでした。そしてお客様たちもたくさん盛り上がってくださって本当にありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。ということで、はい、今回の U スタイルボリューム33どうでしたか？いやー楽しかったですね。なんかこうやるまでのこう準備とかいろんなものが、うん、やっぱいつも以上に大変だったけど、その分素晴らしいステージになったと思いますね。そうだね、今回は手話通訳そして、要約筆記という、まあ、そういう対応もさせていただいてお送りした「U スタイル33」でした。とにかくもうパワー、ね、もうケン君のパワーがすごい、すごかった、ね、中貫健君のその音楽の力、うん、そこから発するエネルギーが素晴らしかったのと、うん、それから高木里香さんのまたね、美しい動き、うん、もううっとりしちゃいました。はい、ということで陽一郎と石岡正隆でした。さよなら。バイバイ。smile, 浦安。